マーリンは、アメリカ海軍の潜水艦。T-19 潜水艦の2番艦。艦名はマカジキにちなんで命名された。その名を持つ艦としては2世紀目。当初の艦名は T-2 であった。T-2 は1952年5月1日に、コネチカット州グロトンのエレクトリックボート社で寄港した。1953年10月14日に、ウィリアム・アルデローチ夫人によって、 命名、浸水し、九百五十三年十一月二十日に、艦長、エドワード・ホールと少佐の指揮下収益する。マサチューセッツ湾での成長後、t マイナスには九百五十四年一月後半に、コネチカット州、ニューロンドンを出港し母港となる、フロリダ州キーウェストへ向かう。大西洋艦隊が移住に潜水船隊に合流した t マイナスには、フロリダ州南部から、 キューバのグアンタナモアンにかけての水域で作戦活動に入る。10年以上にわたって T-2 は目標艦、訓練艦の任務を担当し、潜水艦や対戦装備、対戦戦術の評価支援を行った。キーウェストの艦隊ソナー学校での目標艦任務に加えて T-2 は様々な艦隊作戦に参加した。 T-2 は1956年1月に艦隊訓練部隊に配属され、グアンタナモアンに展開、5月15日にはマーリンと改名された。1958年7月、8月、1960年3月、1961年12月にもグアンタナモアンで艦隊訓練を行った。1965年3月7日から4月4日まで、 マーリンは、マッケレル、アンバー・ジャック、バットフィッシュ、チボと共に、キライフ設演習を行う。1963年からマーリンは、キーウェスト沖合で主として、水上、航空対戦部隊の目標艦としての任務に従事した。マーリンと姉妹艦のマッケレルは、キーウェストの海軍基地で1973年1月31日に退役した。 両館の退役式が執り行われ、2席は同日、除籍された。マーリンは、ネブラスカ州オマハのグレーターオマハアリーナに所在する、フリーダムパークに記念館として展示されている。ありがとうございます。